タバコの話でございまして、私だいたいロングピースを1日50本ぐらい吸います。人間の姿はしておりますが、実態はただの煙突でございます。酒は時々やめたこともありますが、禁煙中のはこの22年の生涯ついぞ考えたこともない。いや、吸い出したんが17、8ですからね。これから22年間最初からヘビースモーカーなわけないんで、とにかく大人の真似がしたかったんですな。水割りにタバコの煙、寄ってくる姉ちゃん、そうです、私にとって大人の世界中のはキャバレーのことやったんですな。へて、とりあえずタバコでもやってみようちゅうんで、タバコ買って高校へ行きます。学食でうどん食うた後で、裏手の松林の校長の銅像の裏でプカーッと一服、食後のこの一服がたまらんのやてなことを言うてね。その頃私ルナというタバコを吸っておりました。可愛いですね、銅像の裏でルナ。その青少年が長じて今や立派な煙突になったわけです。ただ最近どうもおかしいのは、至る所から灰皿が消えてますな。公共施設言うても、電車の待合所みたいなとこ行っても、昔はずらっとあった灰皿がない。これは組織的な灰皿泥棒が暗躍してるんやないか。そんなことはない、灰皿盗んでどないするんですか。権限権運動がようやっと定着しつつあるわけですな。権限権、猿を嫌う権利ですな。すみません、もう言いません。この権限権、私はヘビースモーカーですが、一切反対はいたしません。人の吸った煙を嗅がされるっちゅうのは、おならを嗅がされるのと一緒ですからね。おまけに体に悪い。タバコの実が迫害されるのは当たり前です。権限権も行き過ぎると魔女狩りやてなことを吸う人の側は言いますが、私はもっともっといじめてほしい。私魔女ですから。お後がよろしいようで、よろしくない。そうですね、今のは枕やったんですね。皆さん、くれぐれも寝タバコはやめましょうね。中島君、ここが今日から君の勤める庶務課だ。はい課長。えらい綺麗なオフィスですね。あ、この前まで壁がヤニでくすんどったんやが、奮発して内装をやり直した。そう言うたらどなたもタバコ吸ってらっしゃいませんね。中島君、うちの会社ではタバコ、倒産、おめこ、この3つは禁句だよ。はあ、もしかして君はタバコ吸うのかね。はい、ロングピース50本ほど。かわいそうに、社風も知らずに入社してきたんやな。うちの社長は昔の専売公社な。あそこの入札に落ちて会社が傾きかけたことがあるんや。それ以来社長は大のタバコ嫌いや。なあ、むちゃくちゃな。君ら、例の社訓をこの新人の中島君に聞かせてやってくれ。はい。ちゃっちゃんちゃん、わしらわしがないサラリーマン、ニッコチンニッコチンニッコチンチン。ほう、シガーとシガないとシャレに乗っとるわけですな。黙って聞きたまえ。タバコ一本恥のもと、吸わせてなろうか、吸わせません。ニッコチンニッコチンニッコチンチン、あ、ニッコチンニッコチンニッコチンチン。君まで歌わんでよろしい。あ、はい、あんまり調子が良かったもんですから。ということで、うちの社風は分かってもらえたね。はあ、しかし私みたいなヘビースモーカーは、気の詰まった時に一服吸わんとかえって能率が落ちると思うんですが。そういう時は女の乳首でも吸いたまえ。むちゃくちゃいいよな。あるでしょうか、どうしてもどっかでタバコ吸うっちゅうわけにはいかぬでしょうか。ああ、そこまで言うやったら仕方がない。これは教えたくなかったが、地下3階に喫煙所がある。それはよ、言うてください。ただし喫煙所に行くには私の許可がいるからな。必ず私に言うように。そんなわけで、この新入社員、その日から事務の仕事にかかりましたが、何せ新人ですから、回ってくるのは簡単な仕事ばかりです。お経を移すとかね、米粒に般若心経を書くとかね。どうも肩が凝る割には退屈なんでして、1時間2時間は我慢してたんですが、そのうちにどうしてもタバコが吸い取られてきた。はい課長。何、おしっこか。いや、小学生やないんで、その、喫煙所に行ってタバコ吸いたいんですけど。ん、最近耳が遠くなってな。何、おばこを歌いたい。いや、そうやないんで、タバコが吸いたいんです。2年前入社してきた山藤君も確かそんなこと言うとったが、
次の日にエトロフへ転勤に。あ、そっか、まだ日本には帰ってきてませんで。そうか、それでずっと帰ってけへんのか。知りませんがな。タイガースの好きな男でな、今年は今頃流氷の向こうで踊っとるだろう。山藤君のことはともかく、私はタバコが吸いたいんです。どうしてもかね。あの一服さんとイライラして仕事にならんのです。仕事なんてどうでもいいじゃないか。え、タバコ吸わんで済むんやったら能率が落ちたっていいじゃないか。変わった会社やな。どうしても吸うのかね。吸いたいです。ちょっと手続きがややこしいぞ。まずこの喫煙所使用申請書な。喫煙所使用誓約書、使用タバコ銘柄、予定喫煙本数届。これはフィルターから何ミリくらいのところまで吸うかまで書いといてくれたまえよ。後でチェックするからな。えらい厳しいんですね。それから作文。私はなぜタバコの虜になったか。400字詰め原稿用紙20枚。そんなもん書いてたらいつまでたってもタバコ吸われへんやないですか。それは一理あるな。むちゃくちゃですよ。おっしゃ。な、このレポートは事後提出ということで勘弁しといたろう。早く書類を書きたまえ。書いたか。押した。押したら次に。まだあるんですか。当たり前じゃないか。タバコは健康に悪いことは重々知ってるだろう。そんな悪いものを吸う前に運動場を3周してきたまえ。え、走るんですか。トレーニングウェアは私の動かしてやる。はあ、で、その運動場ちゅうのはどこに。うちの会社は運動場なかったんや。すまんすまん。私ここに来る前女子校に勤めとったもんでね。で、まあ生徒に手を出してね。知りませんよ。そしたらいよいよ行こうか、喫煙所へ。はい。二人してエレベーターに乗りますと、降りたどん詰まりが地下3階。着いたよ。なんや、真っ暗ですな。あ、この階は古い資料とかの置き場でな、電気つけといても無駄やっちゅうんで配線が切ってあるんや。それにしても何も見えませんで。確かこの辺にランプがあったはずや。おあったあった。君タバコ吸うんやったらライター持っとるやろ。つけてくれたまえ。ランプ、せめて懐中電灯ぐらい置いといたらどうですか。社の方針に口を出すな。おお、ついたついた。それにしても暗い廊下やな。中島君も足元に気ぃつけろよ。あっちこっち資料が山積みになってあるからな。こんなとこで転んで頭の鉢が割れて脳みそでも出てみいさ。資料の腹渡へ。でや今のシャレ。はあ、なんか評価言わなあかんのですか。うわ、どうしました課長。なんか私の顔に取ってくれ。蜘蛛の巣で、蜘蛛の巣ですよ。ほら取れました。なんだ蜘蛛の巣か。私はまた赤なめに顔を舐められたんかと思ったよ。何ですかその赤なめってのは。この大阪市土正松に住むと言われるローカルな妖怪だよ。何ですか課長。何かが私のズボンの裾から上に登ってきた。え、あ、ほんまですね。もごもごしてる。よし、え、あ、逃げてった。今のは妖怪すね登り。いや課長、今のはネズミですよ。ああ、ネズミか。よかった、すね登りでなくて。何なんですかそのすね登りっちゅうのは。話せば長くなる。しかし偉いとこですね。蜘蛛の巣は張ってあるし、ネズミはうろうろしてあるし。ああ、2年前にあの山藤君が喫煙所に来て以来、誰も地下3階には入ってないからな。私も二度とこんなところには来たくなかったんだよ。あと3年で定年やからな。君がタバコ吸いたいなんて言うもんやから。ああすいません。あ、吸わないんだな。じゃあ帰ろう。課長、そんな江戸時代のギャグ言わんといてくださいよ。そうか。さあ着いたぞ。ここが喫煙所だ。なんか座敷牢みたいな部屋ですね。換気を良くするために格子作りにしてある。鍵はと、じゃらんじゃらんと、これだ。開けるぞ。ガチャリ。さあそこの畳の上に座りたまえ。はい。なんか明日にでも獄門台に行かされそうな雰囲気やな。これが灰皿だ。これラーメン鉢ですね。来来軒が9年前に丼を取りに来るのを忘れたんだ。それを灰皿に使ったところ、1年後に来来軒は潰れた。せやから何やっちゅうんですか。恐ろしいことだ。あの、もう吸ってもよろしいんでしょうか。ああ吸いたまえ。その前に君、さっきライターを持っとったな。あれを私に預けたまえ。え、あ、はい。しゃあけど、ライターなかったら火がつけられません。火はね、自分で起こすんだ。自分で？そこに木の板と木の棒と大がくずがあるだろう。それで自分で火を起こすのだ。んな、むちゃくちゃな。さっきの喫煙所使用誓約書、よう読まんかったんかいな。いろいろ条件が書いてあったのに。
とにかくマッチライターなど文明の利器は一切禁止や。タバコは吸いたくば、火は自分で起こすのだ。起こすってこれどうやるんですか？教えん。なん言わんと教えてくださいよ。ああしゃあないな。この平らな木に硬い棒を当ててグリグリこするんだ。摩擦熱で煙が出たところでおがくずを少しずつ添えてふうふう息で火を起こす。そんな言うとくけど、この喫煙所の使用許可時間は20分だ。あと15分しかないぞ。さあ早く火を起こさんか。あ、はい、こうかな。キリ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 じゃないだろう。なぜ歌わん？はい、誓約書に書いてあったろう。火を起こす際には火の神に捧げる歌を歌うこと。どんな歌ですか？君新入社員の分際でそれを私にやらすのかね。しゃあかてやってもらわないと歌えませんがな。しょうがないな。こうだ。衰退マニ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 だすけ、衰退な衰退な、衰退マニ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 だすけ、衰退な衰退な。覚えたね。二度とはやらんぞ。あ、はい、わかりました。衰退マニ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 だすけ、衰退な衰退な、衰退マニ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 だすけ、衰退な衰退な。もう知って手がしびれてきた。衰退マニ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 だすき、衰退な衰退な。手のひらの骨まで痛なってきた。あと6分だぞ。はい、衰退マニ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 だすき、衰退な衰退な、衰退マニ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 だすき、衰退な衰退な。あと4分。ああもうなんかもう自分の手が人の手がわからん。衰退マニ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 だすき、衰退な。おお、煙出てきた。課長、やりました。あ、ここへおかくずを詰めて吹くんやな。歌は。やかましい。息吹きながら歌えるかいな。あこうに火が灯った。押したら課長、早速一服吸わせてもらいますね。好きにせ。消えるんやないで。おしゃおしゃ。うっ。はあ。うまい。うまいか。うまいかなんてもんやない。もううまいうまい。君はクビや。え、なんでですか？誓約書をよう読まんかったんやな。吸うこと許すとは書いてあるが、吐いてもいいとは書いてない。